辻あずまりんは、三重県三重郡小物町出身の元プロ野球選手、右と左だ小学4年から、地元の少年団で野球を始めるが、当時通っていた、そろばん教室をサボって、友達と遊んでいたのが親にバレてしまい、わずか1年で野球をやめさせられた。小物中時代は、ハンドボール部と迷った末に、軟式野球部に所属したが、学校での全体練習以外で、 自主練習をするほど野球に打ち込んではいなかった。中学の2学年上にタレントの足立理科がいる。小物高校では初めての公式球に戸惑い。当初はコーチャーになろうと考えていたが、持ち前の負けん、気から毎日自主練習をするようになり、公式球に対応する。1年時の秋から遊撃手のレギュラーに定着。3番。 遊撃手として挑んだ3年次の夏は、三重県予選ベスト8で、稲部総合学園校に3の7で敗れた。甲子園出場経験はなし。高校通算36本塁打。2012年10月25日、プロ野球ドラフト会議で巨人から3位指名を受けた。2015年6月12日に大走として、プロ初出場。翌日の試合で、7番、3塁手として、 スタメンで出場。2016年は15試合に出場。5月4日の広島戦でプロ初安打。2017年は5月19日の横浜 DNA ベイスターズ戦でシーズン初のスタメン出場。2018年は夏に右太もも肉離れの負傷を負いながらも2軍で66試合に出場し、打率。315にに本類が26打点を記録。 1>, 1軍での出場は8試合で打率。100に終わったが、クライマックスシリーズの出場選手に登録され、ファイナル第一戦では、代打で安打を記録した。しかし、10月30日に、球団から戦力外通告を受けた。11月13日にタマホームスタジアム地区後で、行われた12球団合同トライアウトに参加し、5打席に立ったが3四球無安打とアピールのチャンスに、恵まれなかった。 トライアウト後にはベースボールチャレンジリーグなどから声がかかったが巨人にスタッフとして残りたいという本人の希望から12月8日に現役引退が発表された。引退後は幼児から小学生を指導するジャイアンツアカデミーのコーチに就任。ミート力と長打力を兼ね揃えた打撃を評価されていた大型ナイアシュ。遠投120メートルの強肩が武器だが守備には 課題が残る。プロ入り後の新人号同時シュトレでは、胴体視力を測るビジョントレーニングや3000メートル走でトップとなった。高校時代は練習よりも体作りが大変で体重増のノルマがあったため、とにかく食べたと語っている。その回もあって、3年間で 18kg の増量に成功し、それに比例して本類打数が急増した。ありがとうございます。